に出発。今回は神奈川県平塚市にある港から庄次郎丸さんの船に乗って出船しました。仕掛けはこんな感じで、魚にアピールするために塩水に反応して光る宗魚ライトっていうものをつけました。餌はオキアミの L サイズで、このように尻尾をちぎって、ちぎった部分から背中沿いにくるっとオキアミがまっすぐになるようにつけます。準備ができたらいよいよ釣り返しです。仕掛けが変な方に流されていかないように徐々に下に下ろしていきます。そこについたら糸をピンと張って、ちょっとして当たりが来なかったらまたちょっと上げての落とし直す作業の繰り返しです。
んな感じ。本ちゃんの甘鯛と先ほどからいっぱい釣ったジミちゃんたちでした。さっきの甘鯛ちゃんはこんな感じになりました。いやー、どっから見てもお美しい。食べるのがもったいなくなってきたよ。でもね、そこはね、食べてあげるのが人間のすべきことですよね。というか、美味しそう。いただきます。いやー、なんかプリプリそうで、そしてなんかすごくつやめきがありますね。身につやめきがあります。いただきます。なんか繊細に甘い。甘鯛最高。美味しいし楽しいし、皆様ぜひぜひ甘鯛釣りをやってみてはいかがでしょうか。よろしく。